たちと共に第三の宮掃除宮へ突入した聖夜たち。だが幻影に翻弄された聖夜たちはどうしても出口を見つけることができず、迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探す氷河とシュン、その前に双子座ジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。この男がジェミニのセイント、なんて存在感のない奴なんだ。まるで亡霊のような。おそらくこの掃除球の迷路は奴が作り出した幻影のはずだ。つまり奴を倒せば幻影は全て消える。あ、ちょっと待って、氷河。どけ、シュン。時間がない。金牛球では聖夜に助けられたが、今度は俺の番だ。行くぞ、ジェミニ。ティグナスの剣を受けてみろ。このティグナスの陶器によって倒れてもらう。この掃除球がお前の死に場所となるのか。はい、と。あなたは氷河、落ち着いて。このジェミニのテントはどこかおかしい。敵がどんな犯罪をしてこようとも、俺のコスモで全て凍りつかせてみせる。まるで攻撃が奴の体を素通りしていっているようだ。いや、そんなことがあるものか。これがキングラスの陶器だ。まさかこいつも幻影なのか。しかし奴の攻撃は本物だ。やらなければこちらがやられる。それでいいのか。俺の闘技で全て凍りつかせてやるぞ。いかにも。ダイヤモンドダスト。これだけの兵器を放てばただでは済むまい。受けてみろ、このティグナスの最大の技。最大の技と最大の隙が生まれるのだ。この敵が貴様の最後。ウィナー。どうだ、ティグナスの闘気は身に染みたか。俺の闘気ではダメだったというのか。氷河、おかしいんだ。チェーンがさっきから戸惑っているようなんだ。何？戸惑っているとは？あのジェミニのゴールドセイントに対してまるで反応せず、むしろ敵がどこにいるのかわからないといった状態なんだ。バカな。終わりだな。アザーディレクション。氷河、氷河。キングナスは異次元の彼方へ消え去った。次はお前の番だ、アンドロメダ。ドラゴンの目が不自由なおかげで先の二人に掃除球を通過されてしまったのは誤算であった。残すお前は必ず仕留めてみせよう。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。きっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。おかしい、僕のチェーンが戸惑うとは。このジェミニの迷宮を永久にさまようがよい。はい、と。どうしてしまったんだ。ジェミニのゴールドセイントに対して全く反応しない。さっきの氷河の剣が反応しなかったのもおかしい。あなたの技術
僕は本当は誰も傷つけたくない。アテナのためにお前を倒せ。一瞬恐ろしく稼げるヒナコスモ、私の集中を乱す。兄さん、このコスモは兄さんだ。僕が僕を守ってくれたんだ。そんな攻撃では。許さない。あなたは決めた。なんて気持ちになんだ。こんなことで負けるわけにはいかないんだ。僕を甘く見ないことだ。ネビュラッチューン。かかったね。これはアンドロメダ。くちばしの黄色に広がる。もう肉食です。これは容赦せん。英雄ウィナージェミン、陰と陽の悲しみを感じる。あまり傷つけずに済んだかな。どこに隠れていようとも、僕のチェーンは幻覚を作り出しているものを見つけ出して倒す。そこが、行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。バカな。異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中、ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今、どこかに戻ってきているはずだ。シュンがジェミニのセイントを倒したことにより、アナザーディメンションで飛ばされた異次元から解き放たれた氷河。氷河が落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントである老子が守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。アクエリアスのカミュ、なぜあなたが天秤球に。あなたは方米球を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ、氷河。これ以上先に進むな。これは私の命令だ。それは残念ながら従うわけにはいきません。ならば力をもってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマの船が沈んでいく。マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ、マーマだ。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても許せない。俺の答えはただ一つ、戦うことだけだ。その程度のコスモではこの先確実に敗れるぞ。ファイト。おかえ。こんなところで僕はまだ倒れるわけにはいかない。いい加減に諦めろ、ヒョン。できれば私はお前を殺すことはない。アリス、マーマを失って氷河の怒りを受けよ。氷河、フリージング。ならの感情など捨ててしまえ。
マーマのことを忘れてしまえというのですか。そんなことはできない。マーマのことを忘れるなと。避けられるか。イグナスのフォーク。オーロラサンダーアタック。どうか聞いてください、カミューよ。俺はこれ以上あなたに剣を向けたくない。コビン、その程度か。フォークの恐ろしさを教えてやろう。タリツオ、オーロラサンダーアタック。オーロラエクスクーション。ゲーム、ウィナー。まあまあ勝負あったな。この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやろう。くらえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。うわあ、今のコスモは、そんな。セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか。氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ。だが他のゴールドセイントに殺されるよりは、せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤球で永遠にさらばだ、氷河よ。第4の級、巨海級へとたどり着いた聖夜と紫龍。そこで二人は壁や床に無数の死人の顔が浮き出ているという異様な光景を目にする。それはカニザ・キャンサーのゴールドセイントデスマスクの見境のない殺戮がもたらした結果だった。死人の顔の中に女子供のものまであることに気づき、怒りに震える紫龍は聖夜を先に行かせ、1対1でデスマスクと対峙するのだった。この巨海球に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海球を永遠に漂っているのだ。つまりこの死に顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。セイントの名にかけてこの死に全力を込めてお前を倒す。いいだろう死に、お前とは五老法での因縁があったな。今日こそあの世へのトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。くらえ、石式冥界派。なんだこれは。うわあ、お前を倒すために沸騰しているのだ、この竜の血がな。よかろう、五老法での決着を今つけてくれるわ。はいと。夢が見える。ここは石式なのか。リリューよ、これから来たのを石式に叩き落としてやるぞ。
なんと、あの遠くに見える人影は、向こうに行ってはいけません。あの人たちが行こうとしている場所は死の国。この声はそれでしょ。しかしどうすればここから脱出できるのか。のことで耳を澄ますので、死で、あなたを救おうとする者の声に。死で、祭りに死であげてやる。死で、どうか死で。ステージを知らぬ名前だ。アテナの戦闘を名乗る資格はない。逃がさず、逃がさず燃えろ、昇竜のごとく。倒産昇竜、命燃え尽きろ。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。まだだ、まだ高みを目指せる。神様、どうか紫龍をお守りください。お願いします、紫龍を。誰かが紫龍の魂を石室から呼び戻している。これはご老法。そこか、うせろ小娘。よせ、デスマスク。あああの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ、これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。デスマスクよ、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何バカな、紫龍からゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは一体。今や俺の地位一滴までもが沸騰しているのだ。お前は龍の逆鱗に触れたのだ。いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと、決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。うぴゃー、バカな、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。おそらくゴールドクロスの意志、悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、この紫龍の誇りが許さない。これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。デスマスク、お前はこの紫龍の逆鱗に触れたのだ。俺様をなめるなよ。ファイト。バカめ、お前は俺を倒せる唯一のチャンスを無にしたのだぞ。こっちの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。何の、この一撃で決める。石式明快派。いかがだろう、逃がさん。クロスを脱げばお前は死ぬぞ。聖火しかこの三口は高いことだ。覚悟の俺のコスモは確か
まだブロンズ戦士の肉を出ていないかもしれない。悪魔を守る真の戦士なら、たとえ一瞬でも俺のコスモゴールド戦士の肉で戦えるはずだ。この仕掛けで戦士の命令を食らい続けると、おそらく魂はズタズタになり、見知らぬ次元に遺産し、未来永劫の現世に転生することがあるまい。ああ、シリュー、お前の魂を引き裂いてやるぞ。バカだ、強敵がコスモを、俺の竜の力のことだ。五山昇竜派、命燃え尽きようとも。ウィナー、お前にゴールドクロスをまとう資格はない。こんなことでは竜の名折れだ。誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや老師。春霊は無事なのですか。よかった老師、ありがとうございました。ん、シリュー、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュー、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとうシュン。さあ急ごう、次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。